熱中小学校が、まあ、今あることによって何が面白いかっていう話をさせてもらうと、面白い先生とかが頻繁に来るようになって、そこに、まあ、十勝だけじゃなくて、ね、札幌とかオホーツクとか北海道各地はもとより、まあ、本州からも人が来るようになったっていう。ちょっとこれまでの動画で初めてビールを飲みながら、ラジオではできませんでしたね。スタジオの中でビールを飲みながら生放送をするっていうのは。いや、そうなんだ。そうなんだ。てっきり朝ね、誰も見てないから6時半からこうバカ野郎乾杯ってやってるからやったんだね。いや、いいね、最高だね。一応仕事をしながら乾杯と。カメドンとは熱中小学校で、僕キャンピングカーのレンタルバントリップをこの敷地で事務所を置かせてもらってやってて、でかつ熱中小学校の方でも事務局で働かせてもらってるっていうことなんだけども、まあ、僕の方は分かると思うんだけど、熱中小学校って言われたら今やってんのここ食堂だけどさ、小学校館はお酒もあるしさ全然出てないと思うけど、熱中小学校って簡単にちょっと説明してもらってもいいですか。なんかなかなかこう説明ね、一言に説明するとよく難しいなと思ってる中で、やっぱりこうキーワードになる言葉としては、まあこう学校の名前にもあるように熱中する小学校、でまあ、誰が熱中するかっていうと、まあ、こう一般的にはまあ大人と言われる成人したまあ大人たちがもう一度こう小学生に入学宿をした頃って、こういやどんな友達に会うんだろうとか、どんな先生がいるんだろうね、どんな部活があるんだろうとか、どんなことを学べるんだろうっていう、まあ本当にドキドキワクワク感で、これはやっぱりこう当時はやっぱり、なんだろうな、疑いもないというか、こう、自分の心が空っぽだと好奇心もすごくあって、先入観も少ない。だんだんやっぱり我々大人ってこう社会に適応していく中で、いろんな知恵をつけて、まあ、それがたまにねこう決断するときに災いをしたりとか、要はなんだろう、あれもあるしこれもあるしこっちの人の立場を考えなきゃとかって言って、結局自分がしたいこととか、まあ、元々本質的にあった部分がこう見逃しがちになるよと、だけど結構小学校の頃って走ってても楽しいみたいな、その辺走、ね、校庭走ってても最高にテンション上がるぜみたいな、でもそれなぜって言われてもみんな、いや別に好きだからとか楽しいからっていう、多分説明できない、でもそんなワクワク感とか好奇心っていうのはきっと我々がみんなこうそれこそ小学校に入学したての頃はみんな持ってた、それをまあもう一回思い出そうよっていう、でそうする気持ちをまあみんなで共有する中で、例えば今の地域だったり社会を見直す中でやれること、挑戦したいことってこういっぱい増えてくるんじゃないのっていうところをやっぱりまあベースに考えていて、そんな気持ちを持った大人たちが集まってもう一回学び直そうっていうのが、まあ本当に熱中小学校。こう半年がワンクールになっていて、月に1回か月に2回土曜日があって、その授業のたびにいい音鳴ったよ、いい感じで音拾いましたよ、ね、まあ大体本州から先生来られて、次はねこの年の上半期は180人ぐらい180、本当にね5人6人ね、過去最高マンモス校。すごいよね。サラベツ村の人口って何だったっけ？今3200を切って、まあ、3100何人っていうところで、そこにね。まあ、そこに本当に、まあ、200名近い方が来てると。そうだよね。さっきお隣になったらうんぬんっていう話あったけど、ここで出会う皆さんは大体大人になりきれないと言いますか、なんかもっと自分のことを解放して楽しみたいなっていう人も多いよね。いい意味でその子供の気持ちを持ったままというか、まあ、ピーターパンではないけども、大人の心を持ったまま、ごめんなさい、子供の心を持ったまま大人になった人たち、っていうのがこう集まってる、ね、それはだから子供だからこうダメだっていう意味ではなくて、すごくいろんな物事に対してこう
恐れがないというか、うん、でだんだんこう知恵をつけるとその分賢くなってしまって一歩踏み出すのが、はい、まあ、躊躇してしまったり怖くなったりするんだけど、うん、そこに対してやっぱりチャレンジ精神を持ってる人たちが集まってるっていうのはすごい強みで、うん、そういう人たちがやっぱり集合体になるとすごいエネルギーを発する、うん、だそれがもう180人を超える、うん、200人近い人たちが一つの部屋に集まるっていうのはすごいエネルギーで、うん、これは本当に十勝の中でも、まあ、半端ないですね動画が残っていく時間が経つことに古い言葉になっていくと思うんですけども、でやっぱりもう物理的なところとして参加された方がみんないいのは、うん、もう教室が暑い、でそれは単純に、ね、あの冷暖房の温度の調整じゃなくてみんなの熱意分かる、ね、熱量っていうのがもう半端なくて、もうね、1枚でも2枚でも上着脱がないといられないくらいの熱気がある。生徒の皆さんって十勝だけじゃなくてさ、結構車で 4,5 時間かけて来るような人もいるし、東京から飛行機に乗ってくる人もいるよね。います、まあ、まあ亀戸はなんでここにいるの、サラベスみたいな。オーストラリア育ちだよね。うん、まあ、なんだろうな、熱中小学校がなぜできたかっていうところよりも、まあ、今あることによって何が面白いかっていう話をさせてもらうと、やっぱり今ね、高木さんが言ったみたいにサラベツ村っていう、まあ、正直ね、そんなに知名度もないし、まあ、人口で言っても3000人ぐらいの、ね、規模の自治体っていうのは正直、ね、全国的に見ても小さな町で、そんなところになぜかわからないけどすごく面白い先生とかが頻繁に来るようになって、そこに、まあ、十勝だけじゃなくて、ね、札幌とかオホーツクとか北海道各地はもとより、まあ、本州からも人が来るようになったっていう、ね、なんでそんな小さな村にっていうのはきっと通ってる人も、またそれをね、こう Facebook とか SNS とかで見てる人たちもなんだあそこみたいな感覚で見られてると思って、まあ、そこがやっぱり魅力で面白いなと思っていて、なんかそのこれまではやっぱりこう、まあ、都市部に人が集まる一極集中っていうのがやっぱり、ね、北海道であれば札幌に人が集まりますとか、そこを越えてまあ東京とか大阪とか大きな都市に人が集まって若者が集中してますよと。で国もこれまで、ね、地方創生っていうようないろんな動きで、ね、中小学校も、まあね、その流れを組んでスタートしたプロジェクトはあるんだけども、やっぱり東京の人口っていうのは安定して増えちゃってると。だから どこかでやっぱり、ね、若い方を中心に、まあ、都市部においてはやっぱり圧倒的なこう人を引きつける何かがあって、一方でこういうローカルにおいては、ね、最近ローカルブームみたいなのあるけども、まあ、今一歩及んでない部分もあって、だけどもこんなちっちゃな村にそれだけ大きな人が集まるようになって、っていうのはすごくいい変化で、ね、そこが、ね、何から始まったかっていうと別に誰が始めたとか誰がやったっていう話じゃなくて、なんかこう思いがある人たちが集まったり、熱中小学校っていう一つの箱はあるけど、そこにはやっぱりこう何かを始めたいとか、こう何かに挑戦したいっていう人が集まったからこそ始まったプロジェクトで、だからこそそこに引きつけられて、こう人が人を呼んで、まあ今回200人近い方が集まってこう集合するようになったのかなと思うし、単純にその学校だけではなくて、こうまあ、宿泊施設とか、ね、今実際に、ね、撮影している食堂だとか、こういったところにも人が集まるようになって、だから結局は何だろうな、人が人を呼ぶっていう部分では街づくりとかそういう部分にはやっぱり地域に魅力的な人がいるとか、魅力的な人が来るとか、そういうことがあれば、こうそれがこういい意味でこう広まっていくんじゃないかなっていう部分で。まあ、始まってね、今に至るというか、もうこういう話聞き始めて2年ぐらいかな、2年3年ぐらいかな、最初冗談かなと思ったもんね。どこまで本気なのかなって思ったけど、まあ、結構、まあ、特にこの半年ぐらいなんかは、まあ、一緒に仕事もさせてもらってるし、結構大変なことも多いじゃない。多いね。多いけどさ、あーでも本当、いや冗談じゃなくて本当なんだなっていう、ね、感じもいながら、で僕も車のことも始めたし、始めたのもね、
あの亀ちゃんがやるっていうね、うん、ある意味ね、まあ引っかかった感じでね、うん、の不倫に対してじゃあやるみたいな感じでやれたっていうのもあって、これからまあまたいろいろこうやっていきたいなと思ってます、うん、でまあこの後は他にもさっき場所の説明なんかもあったけども、うん、まあ、これ見てくれてる人たちとどういうふうに今後関わっていけるかみたいなことなんかもちょっと、話できたらなと思います、うんうん。